今日もこんにちは、みとしです。はい、ということで私生きております。またですね、1ヶ月ぐらい期間空きましたけど、本当は先月ぐらいにちょっとまた1本ね、すぐに動画を撮ってたんですけど、編集が追いつかず、ボツにしております。ということで、とりあえずですね、動画を上げたいっていう気持ちはあるので、ネタがクソ弱くてもとりあえず上げたいということで、生存確認動画を本日はね、撮っていきたいと思います。ただただですね、お昼ご飯を食べましょうみたいな動画でして、こちら自炊はやっぱめんどくさいので、スーパーに行ってこういう美味しそうなものを買いがちなんですよね。まあ動画撮るっていうことなので、まあこういったデザートも買ってます。ということで、こちらいただいていきたいと思います。いただきます。まあ本当ね、動画撮るって言ってもね、あまり喋ることがなくてですね、申し訳ございませんが、とりあえずこちらいただいていきたいと思います。これね、チャーシュー丼なんですよ。めっちゃ美味しそうじゃないですか、このお肉がどっぷりと乗ったチャーシュー丼。はい、これです。いただきます。うん、美味しい。あれなんですよね、僕はね、食べるのはもちろん好きなんですけど、食べるの好きな人ってより美味しい食べ物を追求していくっていう食べるの好きなタイプと、ただただ食べるのが好きっていうタイプの2種類いると思うんですけど、僕は後者の方でして、結構ね味音痴なんですよ。なのでとりあえずね、こうスーパーのご飯とかコンビニのご飯とかでもとても幸せを感じるわけですよ。うん、うまい。逆にあれですね、高いなんかさ、レストランで食べるご飯とか、めっちゃお高めの旅館のご飯とか、そういうご飯はむしろなんかね、リラックスして食べれないんで、なんかこういう家に持ち帰って一人でむしゃむしゃ食べるご飯の方が意外と好きだったりしますね。ということで、結構至福な時間なんですよね、これが。うん、美味しい。うまい。チャーシュー、うん、最近は忙しさが増し増しでして、ほんとね、全然動画に手が回ってないんですけど、撮影する時間とかはねギリギリあるんですけど、こう編集が結構時間かかるもんなんで、なかなか編集もできず、結局動画が上げられないみたいな状況が続いてて、結果的にペースめっちゃ落ちてるんですけど、この動画もまあ編集激薄でギリギリ上げられるかなっていう感じですね。うまい。今働いてるところが完璧ドベンチャーなんですけど、ベンチャーはやっぱ忙しいですよ。その代わり結構自由度は高いので、なんかそういうところはいいっすよね。なんか自分に合ってるというか、そういうのがいいとこですよね。うん、まあなんかいろんな仕事してるんですけど、メインの仕事は基本客接触の仕事なので、なんかもしかしたらね、どこかで視聴者さんとも関わってる可能性はあるんですよね。うん、なんか今こそもうだいぶさ、 YouTuber がめっちゃ溢れかえってて、僕ぐらいの再生数とかだったらもうほぼほぼなんかその辺歩いててさ、あ、みとしさんだみたいなことって全然ないんですけど、昔本当に5年前とか僕のチャンネルが発展途上だったぐらいの時期は、たまにね、ちょこちょこそんなことがあって、その時も接客の仕事してたんですけど、なんか一回だけ、もしかしてみとしさんですかみたいなことがあって、ああこれが知名度かみたいな感じで仕事してましたね、あの時は。うん、おいしい。今年もう終わるんですよね。気づいたら本当に年末ですね。早すぎますね。あの、毎年大体僕クリスマスにしっかりと、まあクリスマスケーキ食べる動画出してるんですけど、申し訳ないんですけど、多分ね、今年は出せないと思います。クリスマスの動画とか。ハロウィンはめっちゃギリギリ頑張って出したんですけど、クリスマスまではちょっと厳しいかもしれないですね。ほんと早かったですね、今年も。早すぎてびっくりしました。まあ、割と今年は結構いろいろあったんですけど、
いろいろありながらも結構早かったなって感じですかね。じゃん、はい、出ましたチーズケーキ。最近はこういうのね全然買ってないんですけど、昔はめっちゃ憧れてたんですよね、こういうの。でもなんか YouTube でこういうのめっちゃ食べるようになってから、大きめのタルトとかあんま食べなくなったんですけど、久しぶりに買ってみました。いただきます。うん、うまっ。普通のチーズタルトっちゃチーズタルトなんですけど、なんかね蜂蜜っぽい甘さがあります。めっちゃ美味しい。しっとりしてて、うん、うん。今日は一応休みなんですけど、最近さ本当にすることなくて、休みの日にすることがなさすぎてどうしようってなってるんですけど、なんかね一応見たい映画があって、ディズニーのなんか新しい映画と、チャーリーとチョコレート工場っていう映画昔あったじゃないですか。その映画の中に出てくるウォンカっていうキャラクターいるんですけど、そのウォンカさんの昔のことを映画にした映画っていうのが今出てて、それも見てみたいですね。うん、年末か。年末早いですね、本当に。まあ本当早いですよね。まあ1年って本当早いんですよね。1年前ぐらいだったら多分ね、12月なんで、多分僕、富士屋の動画撮影とか行ってましたね。多分これぐらいの時期。富士屋のだな。富士屋のやつも結構あれきつかったですね。そう、多分ね、この時期はあの YouTuber めっちゃ頑張ると思いますよ。撮影。お正月にしっかりと休みたいから、お正月分の動画を12月に撮るんですけど、基本なんかさ、お正月ってもう 1,2,3,4,5 ぐらいまでみんな休みだから、できる限り動画の本数を詰めていきたいんですよ。だからまあ12月は撮る本数も増えて、だから編集もそれに合わせて増えていくからめっちゃ忙しいんですよ。うん、ほんと去年の12月はそれはそれでめっちゃ忙しかったですね。うん、そんな感じで、とりあえず私生きておりますっていう感じの動画なんですよ。これ近況報告動画です。うん、一旦今日はこの辺で締めます。まああの年内にもう一本ぐらいは動画出せたらいいかなって思うので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。